今年の前半3戦を振り返ってどうでしたか？まあ、最初怪我してて、まあ、第1戦はちょっとでも多くポイントを取ろうと思って行ったんですけど、そこでまた怪我しちゃって、まあ、3戦終わって全然満足いく結果は出てないです。はい。で、まあ、前回関東大会スタートがバッチリ決まってた感じがしたんですけど、はいはい、スタート練習もだいぶしてスタート決まったんですけど、後の走りが全然ダメで、まあ、今回の広島は結構練習してきたんで、スタート出て優勝になりたいと思います。まあ、優勝はもうすでに去年、はい、須郷で、はい、最終戦で挙げてるんですけど、はい、広島はどうでしょう、まあ、地元ということで。広島は好きなコースなんで、あと応援してくれる人もたくさんいるんで、いけると思います。まあ、ランキング的にはちょっと、苦しくなったんですけど、はいはい、今シーズン残りはどのように戦っていこうと思ってます？まあ、一戦一戦勝てるように、まあ、そうですね、常にトップ争いをしているような走りをしたいです。